プロキオン、その天文図の分析をするのならこちらの古い文献が役立つのではないでしょうか。アストロオーブと一緒にここに置いておきます。ああ、助かります。ちょうどお願いしようと思っていたところでした。旧文明の星座に関するレポートも佳境に入ってきたから。あ、しまった。どうぞ、新しいインク瓶です。蓋を開けるときに紙の上にこぼさないように気をつけてくださいね。私も以前それで台無しにしたことがあります。あ、ありがとう。でもまさかそんなところにまで気づいて用意してくれていたなんて、自分でも空になるまで分かっていなかったのに。さすがと言ってください。何かに没頭している時のあなたは細かいことが見えなくなるのですよ。ご存知でしたか。誰もいませんね。鍵も閉まっていたし影も見えない。よかった、私が一番乗り。近頃は毎朝扉に手をかけるだけで心が流行ります。設備は特に異常なし。道具類の配置も昨日帰る前と相違ありませんね。あとはそう、プロキオンがやってくるのを待つばかりです。あ、私は何をのんきなことを言っているのでしょう。彼の到着を待つ必要はない。個人の研究は進められる。近頃の私はどこか変調をきたしています。星々だけに捧げていたはずの思考の隙間に時折彼の姿が割り込んでくる。なぜなのでしょう。けれど邪魔には感じない。むしろ喜ばしいような。刺激し合える仲間というのはプロキオンのような人のことを言うんでしょうね。さて、手早く準備を済ませて今日も彼を驚かせてあげましょう。私たちが見ている星々は遥か遠くの宇宙から果てない距離を旅してきた光。初めてそう知った時、流浪の我が身になぞらえて心が震えました。それからは宇宙を巡る旅路を無双する日々でした。家族のいない孤独を抱えた私は星々の瞬きに慰められ、また希望を膨らませてもいたのです。時を重ね学問に熱中するほどに周囲との距離も開いていった。これが自分という人間の生き方で賢くあらねばならないといつしか思い込んでいた。それにしても彼はいつ来るのでしょう。正確な時刻を指定しておけばよかった。今は二人が揃わないと始まらないのに。ああ、プロキオン、早くこちらへ。今夜こそ私たちが待ち望んでいる新たな星に出会えるかもしれません。空気が澄み渡っている特別に素敵な夜ですから。